花嫁の皆さん、花ちゃんの時間です。好きな給食のメニューはお菓子の目玉焼きのミュとチキンロールのマユです。今日はシーズン別トレンドブーケを16選ご紹介します。はい、ブーケです。ブーケですね。お花はね、何回ご紹介しても、きっと皆様の参考になるんじゃないかなと思いまして、今回は春夏秋冬に分けてちょっと早速いきたいと思います。はい、チキンでトレンドっていうのがこれですって、実はちょっと言いづらいんです、うん、というのも本当に今年間を通して様々なトレンドが入り混じって、うん、もうあなたのがトレンドですと言いたくなっちゃうような感じなんですね、うんうんうん、実はただ傾向はありますので、うん、そんなポイントをお伝えしながら、このブーケ好きっていうのはスクショして、はい、ぜひ参考にしてください。春なんですが、春といえば昔まではですね、マカロンのようなパステルカラーが人気だったんですが、今はどちらかというとパステルはパステルなんですけど、イエローとか、あとはピンクでもちょっとコーラルピンクとか、少しビタミンカラーよりのテイストが人気あります。確かにピンクといってもピンクとか淡い紫とかで合わせるっていうよりは、こちらの婦人の方みたいにこう抜け感のある、すごい抜け感ありますね。すごい素敵にアンスリウムとか胡蝶蘭とか、うん、お花を組み合わせて顔が隠れるぐらいの、ね、うん、クラッチにするっていう、こう横のクラッチも可愛いよね。可愛いですね、こう横にふわっと、ね、色味が絶妙ですね、うん、すごい春らしい、うん、ドレスのこのレースの感じとも合いますかね。ブーケは、ね、ドレスとのバランスがすごく難しいですよね。結構イエローの方とかですと、黄をワンカラーでまとめるっていうのもとってもおしゃれですね。パスタピュアっていうガーベラの品種とっても可愛いね、うん、すごいです ね、 ちょっとクルンとしててすごい可愛いね。丸まってるんだね。色のグラデーションがとっても素敵なのと、この黒が真ん中にこうやって締まる感じがしますね。このブーケに合わせてリボンのね、色なども統一させられるとすごくいいですね。この同じイエローでも、胡蝶蘭、オンシジウム、アンスリウム、なんかヌーディーな感じだね。本当ですね、うん、イエローなのに、オンシジウムのやっぱりこうちょっとピヨピヨっとする感じも抜け感があって素敵ですね。確かに小花で大人っぽい感じ、とっても大人っぽいね、上品な。アンスリウムも人気のお花の種類だよね。すごい今人気ですね。今人気あるね。ダリアを中心に買ったブーケもとってもこれ、ゾウさんに周りに散りばめるっていうのと、うん、メインにしたいお花を決める、うん、なんで、ね、この方ですとダリアだったり、先ほどの方はコチョウランとか、うん、ダンスリウムとか、うん、ガーベラとか、うん、それをね引き立ててくれる。この周りにちっちゃなグリーンが入ってるのも可愛いですね。可愛、うん、いね。写真に動きが出るね、とってもいいですね、うん。サマーのトレンドはちょっと濃い色をアクセントに入れるということなんですね、うん、確かに夏はパキッとカラーっていうイメージあります、ね、あるよね。パキッとをザ原色カラフルじゃなくて、うん、ハーモニーなんかすごいですね。楽しむってごめんなさい、私語彙力がなさすぎてハーモニーとしか言いようがないんですけど、春がこう淡いカラーのコチョウランとかを使ってるのに対して、うん、グッとこう差し色で濃い色のコチョウランにしたりとか、可愛いね、ちょっと蛍光ピンクみたいな、でこんなにカラーとかあるんです ね、 ね、思い切った配色を楽しむっていうのがちょっと夏のポイントかなと思います、うん、私は個人的に、うん、太陽がパーンとしてるので、うん、それに負けないぐらいの色が飛びしない暖色っていうイメージありますね。夏だとやっぱり暖色、ね、そうだね。グリーンの入れ方もとっても素敵ですね。アンスリウムの色私も大好き、コーラルオレンジみたいな、うん、絶妙な色してます。絶妙だね。そこにこの濃いさ色をグッと差し色に入れたり、イエローをちょっと入れたり、うん、とても素敵なんですけど、でもやっぱりピョンピョンは共通してトレンドっぽいですね、うん、こちらの方とかもちょっと垂らして、うん、でこのなんか虫のね、すごいね、うん、またこうさ、ブーケのリボンの色がとっても素敵だね。このお花と相まって、ブーケのリボンは会場のテーブルランナーと高砂に使ったものと同じシルクジョージェットを使ってるそうです、うん、素敵。なんかこうとろみ感があるもんね。ありますね。お花の配色も素敵ね。これ自分で
では思いつけません。なんか今これを見てるチャーハンさんはラッキーです、うん、参考にさせていただきたいよね、うん、カラフルなのに上品だね、うん、このブルトニアも素敵です、うん、わっ、すごい素敵だね、うん、配色がなんか全部違う色の統一感ありますね、うん、でもあの私このモケモケしたのも好きなんですよ。ねえ、かわいいよね。ちょっと前までだとこうススキとか秋とかですかね、モフモフが多いんですけど、今スモークツリーとか人気がありますね、うん、こう写真撮った時にエアリー感があるね。あとはこちらの方も初夏なのでグリーンをたくさん取り入れたいっていう、うん、いいね、ダークレッドのやつ濃い色。確かにちょっと濃い色だと大人っぽい印象ですね、うん、配色によっても大人っぽくなるんですけど、うん、カラフルだから子供っぽくなるっていうのはもう全然ない、ね、うん、ないです、うん、逆にこうグッと大人っぽさとか上品さとか素敵です。すごい配色のプロですね。え、秋もね、オレンジカラーが人気あります、うん、秋といえば紅葉のオレンジってイメージ、ね、ビタミンカラーを中心に濃い色と薄い色の足し引きで秋感を出したりとか、うんうん、オレンジと緑ってとっても素敵だね。あとこの実とかをね入れると秋っぽいですね。秋っぽさがグッと、季節問わず好きなブーケで楽しむのは大前提、うんうん、もちろん素敵なんです。ちょっとこう季節感を出すっていうのまた素敵ですよね、うん、ザ秋のブーケって感じします、うん、するね、うん、このカラーをね、ダークパープルと言いますか、バーガンディーな、うん、スタイリッシュです。うん、とっても素敵だね。胡蝶蘭とカラー、高貴な印象ですよね、うんうん、で、さっき春とかはこう横にファーッと広がる、うん、なんか柔らかい印象のブーケから、うん、こう秋になったら少しスタイリッシュに、うん、ドレスに合わせてね、こう縦ラインを意識したブーケにするのもおすすめですね、うん、今までの人、結構横幅広い人だったけど、そう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 、縦ラインを意識するといいんですね。大人っぽい感じになりますね。アンスリウムの色がすごい、すごいおしゃれだね、うん、濃い赤というか、私ね、このお花好きなの、このなんだ、うん、なんて言うんだろう、このタケノコみたいなやつ、これ一つだけでもすごい様になる、うん、個性派なお花をやりすぎずに束ねて、うん、あとは本当に抜け感で散らすっていう、全部違う種類の花一個ずつ入れてるね。え、濃いアンスリウムに対してのこの一枚葉っぱというか、うん、すごいおしゃれな言い方できないんですけど、またこちらの方も横に持つという、これ先ほどのお花もなんて言うんだろう、このお花は色がとっても綺麗だよね。ドレスの一部みたい、装飾みたいに、うんうんうん、ね、やっぱりこのご自身が着るお衣装がこう刺繍でそこに合わせるような、うん、ね、素敵ですね。でもこれお洋服で言えば柄と柄合わせみたいな感じですごい上級者な感じですね、うんうん、秋はちょっと濃い緑とかを多めにするのもおすすめですね、うん、ウィンターは濃いカラーを織り交ぜるということと、ドライフラワーなどもおすすめです。ドライフラワーって冬っぽい、ね、冬っぽいよね。ちょっと前までだとオールドライフラワーみたいなのが人気だったんですけど、どちらかというとこう生花とドライフラワーを織り交ぜるみたいなところが人気ですね。こちらの方もいいですね。モノトーンでお願いしたということで、このモノトーンといってもただのこのブラックとか白とかじゃなく、ちょっとこのボルドーとかドライフラワーの、蜂の巣みたいなとか、お花だけじゃなくて葉っぱもグッと濃い色を使うっていうのはね、人気ですね。全体を通して入れない個性のフラワーを、ね、いっぱい織り交ぜるという、胡蝶蘭とかアンスリウムは本当に人気がありますね。こちらの方もさっきの蜂の巣と同じやつね、穴の広がりで印象が変わりますね確かちょっと広がるだけでまた印象が全然違ってくる。プロテアも人気です。個性派ドライフラワーというとね、うん、もうちょっと前まではススキがキングオブキングだったんですけど、今はプロテアとかね、羽も入ってるんですか、クジャクの羽だって羽の色に合わせるようにお花がこちりばまってるのと、イエローのドライフラワーみたいな素敵だね、うん、このちょりちょりしたやつ、アバンギャルド感、思いつかないです、思いつかないね、うん、フラワーコーディネーターさんがすごいね、本当ですね、これを再現できる技術が。春ではこのイエローのワンカラーをご紹介したんですけど、このボルドーのワンカラーのブーケというのも冬らしいグッとね濃い色で、ドレスの色とすっごい素敵、この葉っぱもさボルドーのお上品ですね。濃いブーケは淡いピンクのドレスとかと合わせたりするのも素敵ですし、もちろんねウェディングドレスに相性はいいですよね、うん、そしてバレリーナブーケです、はい、淡いスモークブルーといいますか、
ブーケで季節によってその花の色がないとかってあるんですよね。この時期だと白しかないとか、はい、そうなった時に結構スプレーとかカラーリングコーディネーターさんしてくれたりするので、諦めずにイメージはお伝えするのがおすすめですね、うんうん、ブーケを下げて持つっていうのがこなれ感。今回はこういうちょっとトレンドを交えながらも結構個性派なブーケで、皆さんね本当にこだわりを持ってオーダーされてる方が多い印象なので、この動画を見ては私もブーケこだわりたいなってもし思った方はぜひちょっとお打ち合わせをこだわった形でやってみていただくのもいいなと思います。みーちゃんどれ好き？このスプリングのこのキョンキョンブーケ、あここね、ダリアの、ダリアの、あ可愛いよね。これかこれが好き。このね、はい、オータムのすっごい素敵よね、シンプルで、はい、迷っちゃうね。迷っちゃいます。まいさんどれ好きですか？あすごい難しい、全部大好きなんですけどでもあのサマーのこのスモークツリーを使ってるっていうのもすごく新鮮で可愛いし、このグリーンとこのコーラルオレンジっぽいアンスリウムとの組み合わせとか、野花みたいな、確かに野花感あります。入ってるのもとっても好きだな、うん、食べません全部素敵すぎて、ね、違う良さがあって、ちょっと余談だけど準備って本当に大変だと思うんですよね、うんうん、これでいいのかな、これでいいのかなっていつまでもこう思う不安と戦いだったりすると思うんですけど、こういうの見た時にわー可愛いとかときめいた気持ちを詰め込んだ結婚式って、うん、本当に当日特別なものになると思うので、楽しみながらねやっぱり行っていただきたいという思いでいつもトレンドをご紹介しています。皆さんのイメージとか想像がより膨らむ時間になったらいいな、ね、そう自分で探すの難しいからね、こういうのクエストありますとかあったらどしどし応募してますし、私たち2週間に1回 YouTube ライブもやってるのでそこでコメントで聞いていただいてももちろんいいですということで今日はシーズン別トレンドブーケ16選をご紹介しました、はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。はなちゃんでは結婚式に関する情報を配信しています。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録といいねボタンをお願いします。また7月にコーディーサロンがオープンしました。コーディーブライダルサロンではコーディーに掲載しているアイテムをたくさん展示していて、またそこにプランナーさんもいますので、いろんなご相談もできたりコンテンツなどもご用意しているので、ぜひぜひ結婚式準備のお役に立てたら嬉しいです。はい、詳細は概要欄とインスタグラムで配信しているので、もしよかったらチェックしてみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。